平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。前回に引き続き電子楽器のお話をしたいなと思います。来てくれてるのは電子楽器の技術者の弟平瀬光雄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、どんな修理をこれまでやってきたか、まあよくある修理とか、まあ、困った修理とか、なんかそんなんがあればちょっと教えてもらいたいんですが、まあ、よくある修理からかな。よくある修理はやはり可動部分、鍵盤の修理。鍵盤、うん、例えば鍵盤が、へっこんだまま戻ってこない。おお、あるあるやね。あるある、うん、あと鍵盤を弾くとカタカタ音がする。ああ、ノイズね、はい、はいはいはい。あとは同じ力で弾いてるのにこの鍵盤だけ音が強いとか、音があんまり出ないとかっていう症状は鍵盤で頻発します。ドレミみたいな。そう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 。へー、そんなんあるんや。はい。じゃあ一個一個聞きたいけど、へこんだまま上がってこない。上がってこない。はい。それは、まあ、大体何年ぐらい使ったらそうなるとか、そんな感じ。なる箇所っていうのはもう決まっていて。決まってるんや。よく弾くところ。あ、はいはい、よく使う鍵盤がなる。で、何年ぐらいっていうと、まあ10年を超えたような。あ、そうなんや、うん、でそれって原因は何？よく弾いている。あ、それだけ。よく弾いている。そのグリスがなくなってるとか。グリスはそういうんじゃなくて、うん、基本的にグリスは残ってるけど、うん、グリスではカバーできない摩耗。摩耗やね。摩耗で、まあそれは同じ動きをずっとしてたら、それはそこばっかり連れていくから、うん、そういうことなんですね。まあそれは生の楽器でも全く一緒なんですけどね。カタカタ音、それは一緒。理由は、カタカタ音の場合は全然ちょっと違ってて、うん、電子ピアノの場合は、うん、鍵盤のタッチを出すために鍵盤の下に鉄の棒が入ってます。ほう。それはどのメーカーも？どのメーカーも。へー。でその鉄の棒が鍵盤を押した時にタッチ感を出すために重りとして入ってます、うん、はいはいはい。それを鍵盤を押すとこの重りは下がり、はい、でそれで鍵盤が重く感じる、はい、で鍵盤を離すとその重りは上に上がってくる、はい、でカタカタ音はこの戻ってきた時にこの鉄の棒がフレームを叩いてしまってる。あ、上がりすぎ？上がりすぎではなくてフェルトがあって、フェルトが本来は受けて音をしなくする。コッコンっていうやつ。コンコンコン、うん、フェルトに当たってるんじゃない？フェルト、うん、でそのフェルトが長年使用するとどん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 叩かれて固まって、はい、硬化してカン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 になっていく。なるほど。でもっとひどいになるとそのフェルトが脱落して落ちるんや。で、フレームはプラスチックでできてますが、うん、そのプラスチックのフレームを鉄の棒がカンカン叩いてしまう、うん、っていうのでもうカンカンとした本当に甲高い音が鳴ってしまうっていうのがよくあります。タッチ自体は変わらへんけど、はい、ノイズがなんか鳴ってるっていうのはそいつのせい。そうです。だから鍵音がやたらと大きい。なるほどね。それ結構あるよね。あります、うん、やっぱそれもその経年変化。経年、どうしても上に接着されてるので重力に必ず負けるので、あれはもう必ずなります。へえ、そうなんや。でもそれってその各メーカー、まあ、棒は一緒やろけど、その他の例えばフェルト厚みがちゃうかったりとか、はい、鍵盤の仕組みが違うので、カシオとかローランドとか、うちが基本的に修理ができないものが同じ症状になって持ってこられても、ちょっとそれは困るとか。特にローランドの場合はその鉄のパーツっていうのはあまり使ってなくて、うん、全て樹脂製品の中身でやってて、で樹脂の中に鉄が埋め込まれてるっていう形で、うん、ローランドの場合はその樹脂が弱くって折れて、うん、あの 鍵盤の重りが下にドーンって落ちてしまうっていう症状があるみたいで、うん、それとまた別ですね。他は、カシオにしても、コルグにしても、うん、基本的に鉄の重りが入っててフェルトを叩く形なので、別にヤマハのフェルトを持ってきてつければ、うん、なんとかなるんや。なんとかなる。へー、なんとかなるんですって、はい、じゃ あ, あの最近流行ってるあの木の鍵盤のやつ、うんうん、あれは一体どういう仕組み？カワイもやし、カシオもやし、ヤマハもあるんちゃうかな。ありますね、うん、あれは一体どういう仕組み？仕組み、あれは仕組みとしては特には変わってない。樹脂が気になってるだけ。そう、今までは樹脂というか鍵盤部分全てプラスチックやったのが、うん、8割ぐらい鍵盤が気になって、うん、プラスチックの鍵盤をこう、はい、みんなが叩くところがプラスチックになっている。で木を使われてて、その支点の部分っていうのは少し今までの電子ピアノと変わっておりますが、
鍵盤叩いた時の鉄の動きっていうのは基本的に同じで。そうなんや。はい、それは特には改善されておりません。確かにその木の鍵盤や言うてもタッチ自体は普通の電子ピアノで、なんかあのここっていう、そうあのタッチはする。なるほど。あとはよくあるのは鍵盤が上から見てもらうと隙間っていうのが基本的に一定、鍵盤同士ますよね、一定なはずですが、だんだんと隙間の広いところと狭いところが出てくる。よく引く。それはフェルトの摩耗やね。鍵盤同士の隙間やから、鍵盤が傾く。そっかそっか。よく引くところでそれも飽きて、それも結局支点の摩耗、支点が摩耗してそれが削れてきて、だんだんと鍵盤が傾いてくる、で鍵盤が傾くことによって隙間がこっちは詰まる、こっちは開くみたいな症状になって、いずれはこっちに乗っかったまま上がってこないとかっていうのは、要はその鍵盤がこれぐらいの幅あるのに手癖で真ん中ばっかりの端っこ引くから、それでこうだんだんこう歪んできたりとか、そうです、そういうことやね。それの場合はもう鍵盤の交換で、あ、それですもん、はい、シンプルです。単純に折れることは、折れるっていうのは基本、まあ、あまり見ない。物落として折る。まあそれはあと子供が乗ったとかぐらいでしか見たことがないかな。でもまあ1本からね変えれるから、そう、それは便利かなと。ただあれ鍵盤は各メーカー共通じゃないですか。違います、ヤマハはヤマハで、他のメーカーは他のメーカーでいろいろねあるので、折れた場合はそのメーカーに、メーカーの楽器屋さんに行ってください。はい、すぐ直ると思います。で次は困った修理、これ困ったなみたいなのがあった。これ電源が入らないという症状で、お宅にお邪魔して、はあ、で、まあ、電源が入らないのでチェックしたいんですが、うん、電源ボタンを押しても、まあ、もちろん入らないから、入らない、ね、どこから手をつけていいのかわからないっていう、 そうか、電気入らないもんね。そうなん、だからもう最初から全部テスターを当てて調べていく。どこから、あ、ここまで電気来てる、あ、ここは電気来てる、あ、ここは電気来てないけどここは来てるみたいなのチェックから始めないとダメで、非常に難解です、あれは。へー、そうなんや。単純にアダプターが壊れてってわけではないと。ない。電子楽器って言っても今は多分電子ピアノとかをイメージしてるもん。それ以外の楽器というか電子機器も修理するやんか、うん、はい、それで中で困った修理とかあった？困った修理、あの、直しても直してもヒューズが飛ぶ、ね、それは電圧高いとかじゃない？単純に電圧が高すぎた、音がね歪むんですよ。それ 何を直す？アンプギターアンプかなんかで歪む。なんせ音が歪んでしまう、でしばらくするとブチンと電源が落ちるで見たらヒューズが弾け飛んでる、で同じヒューズを交換する、でまた電源入れる、やっぱり歪んでる、ってなってくるとどこかで電気が漏れている確率が高くって、ね、またそれを、あの、電気を追う。それ直せるの？頑張れば頑張れば、だから追うしかないから、もうなんせどっかの部品がおかしくなって、そうそうそう、電気がダダ流れになってる、ね、そう、だから、まあ、いわゆる蓄電池のコンデンサーであったり、抵抗であったりっていうのがどこかがおかしいからそうなるんであって、ただ見た目に分かれば一番いいけど、分からなかったらもう一個一個触るしか仕方がないな。なるほどな。なんかね、最近でもここでも、あの、僕がよく使ってるミキサーとかもよく壊れて直してもらってるんですけど、ミキサーの修理とかもこうつまみとかね、普段は見てるからいいけど、あれ開けちゃえば本当基板やん。基板、あれをこうようやってるなと思ってね、全然分からへんし。基本的にボリュームを調整するこういうつまみは全世界共通なんですよね。全世界共通って変な言い方やけど、電子ピアノの音量を調整するつまみだろうが、ギターアンプの音量を調整するつまみであろうが、だからこれは音量をこう回したら大きくなって、こう回したらちっちゃくなる、はいはいはい、ちっちゃいとこから大きくなる、はい、だからそれが通常正解の状態であれば、そうでないのを探せばいいだけで、そう、こっちが電気の流れを調べてみたら回してるのに動かない、あ、はいはいはい、針が動かない、はい、ってなったらそこはおかしい、おかしい、で隣を見たら動く、隣を見たら動く、こんなのはおかしい、おかしい、でこれを交換すればいい。あ、交換になるの？交換、す
そうですね、単純にもうそれは部品の例かな。あれはでもねおもろいな思って、うん、手出せへんけどまだあの多分この辺写真とか出てると思うんですけど、そんな修理をたまにやってるんですよ、はい、あれ面白いと思います。あと僕よく説明する中でヘッドホンの先っぽが中に残っちゃう事案あるよね。電子ピアノとかエレクトーンとかありますキーボードにあります。ちゃんとヘッドホンのこう差し込みの根っこを持って抜いてくれればいいのに、うん、線の部分とか持ってピューンとかやっちゃってボキッと折れて残ってしまう。あれ大変よね。大変、地味に大変。 その音出なくなる、うん、ヘッドホンもさせなくなる。そう、うん、あれどうするの。もう抜くしかないね。物理的にどうやって抜くの。一番シンプルなやり方は、うん、中開けて、うん、後ろから押す、うん、それができれば一番シンプルで抜ける、うん、ただ最近の差し込みの端子は後ろもカバーがついてしまってて埃とか入らないよ、はいはい、ってなってたら、前回は確かヤスリ、ヤスリ、ヤスリであの棒状のヤスリを突っ込んで引っ掛けて、はい、引っ掛かるんや。引っ掛けて抜きましたね。なんか前あの爪楊枝の先っぽに瞬間接着剤つけてこう突っ込んで固まるの待ってこうやって抜くっていう、うん、バカみたいなことやったけど。そうでも物理的にそれしか仕方がないそう、ね、抜くとなったら抜かないとミュートがかかったまんまで音は出ないので、だからもうそれをどうしても抜けなかったらもうそのヘッドホン使えなくする。うん、もうそこ抜いちゃって。そうやね、うん、あそうやったらいけるいける音は出る。なのでね、やっぱ壊れないように使ってもらうのが一番なんですが、まあ大概壊れたものは治るみたいです。あの電子楽器使われてる方多いと思うんですけども、まあその辺ちょっと注意して使っていただければと思います。というわけで今回はこれまでやってきた修理、よくある修理、困った修理のお話をしていただきました。はい、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。このチャンネルは楽器のお手入れとか今日みたいな修理の話を主にしております。まあ、今日の話面白かったなとか興味深かったなとか思っていただけた方はチャンネル登録、それと高評価ボタンを押しておいていただけると嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。